4月クールから月1回でレギュラー化された、緊急 SOS、池の水全部抜く大作戦、テレビ東京、をはじめ、赤裸々トークバラエテ、ぺほりんぱほりん、NHK E テレ、や往年の人気番組、風雲、たけし城、TBS、などが、世界に向けて売り出された。その舞台となったのはフランスカンヌで開催された世界最大級のテレビ番組国際見本市 MIPTV、MIPTV。現地で行われたセールスプレゼンテーションの模様をレポートする。緊急 SOS、池の水全部抜く大作戦、プレゼンテーションの様子、坂上探検隊に会場から笑いも世界に向けて、日本の人気バラエティの精ルスプレゼンが行われた会場はフランスカンヌ市内中心部にあるパレでフェスティバルコングレの1000人を収容するシアタールーム。現地時間4月14日昼に約1時間にわたり、各国から参加した番組バイヤーやテレビプロデューサーらに向けて、日本のテレビ局がセールストークを繰り広げた。これは6年目に入った日本のプロジェクト、トレジャーボックスジャパン。TBJ として展開されているもの。世界の番組バイヤーやプロデューサーからは、日本のバラエティ番組はクリエイティブ力があってユニーク、と評価されており、海外セールス用に新たに持ち込まれたバラエティ番組に今回も注目が集まって、会場は賑わった。登壇したのは NHK、日本テレビ、テレビ朝日、TBS、テレビ東京。フジテレビ、ABC テレビ、読売テレビの8社。NHK は、ゆうと山里亮太が MC を務める、ねほりんぱほりんを発表し、人、形劇×赤裸々トークが若年層を中心に人気を得ていることをアピールした。NHK、ねほりんはぽりん、読売テレビは小矢淵豊、西川貴教、小島瑠璃子の MC で、物置に注目する、物置開けてみませんか。テレ朝はココリコと中丸雄一、カトゥーンの MC に、夜天才キッズとプロの対決もの、天才キッズ全員集合、ならでき、ABC テレビは幾瀬勝久と小矢淵豊による役者と芸人アテレコ対決、究極のアテレコ劇なませ。フジテレビは坂上忍 MC で世界各地の規格外スポットを調査する坂上探検隊を発表し、それぞれ世界のトレンドを抑えつつ、日本独自のラインナップに評判も上々だった。発表中、紹介 VTR で見せた坂上探検隊のあばれる君、加納栄光らが体を張って、で野生の動物とのセルフィーショットに挑む姿には、会場から笑いも漏れた。フジテレビ、坂上探検隊、フランスの調査会社、注目しています。そんな中、テレビ、東京は何かと話題を呼んでいる高視聴率番組、緊急 SOS、池の水全部抜く大作戦。紹介 VTR では、担当プロデューサーの伊藤孝幸氏が自ら登場し、番組のポイントなどを説明した。カンヌで発表するにあたり、伊藤プロデューサーに、世界のどの池を狙っているのか、と質問を投げかけると、世界の池、抜きたいですね。緊急 SOS があってのこの番組です。ご依頼いただければすぐ抜きに行きます、と答えが返ってきた。メッセージを寄せた、池の水、伊藤孝幸プロデューサー実際に海外で展開できる可能性はあるのだろうか。日本のプレゼンテーションの司会を務め、世界の番組事情を熟知するフランスの調査会社、ニットのバージニア・ムスラー代表に、池の水、の印象を披露。ベルト、世界各地でクイズやタレントショーなど新番組がいろいろと生まれていますが、日本の番組は斬新なアイデアが詰まった番組が毎回多いです。池の水もその一つ、注目しています、と話していた。伊藤プロデューサーによると、すでに海外からいくつかオファーを受けているという。ある国の日本大使館の池をきれいにしてほしいとか、
日本の生態系とは全く違いますから、一体どんな生き物が出てくるのでしょうか。東南アジアは米作が盛んなため池が数多くあります。タイやインドネシア、ベトナムなど住民の皆さんのためになるならすぐにでも駆けつけたいですね。また、中国の池から大量のレンタル自転車が出てきたってニュースも見ました。日本もそうですが、人間が結局ゴミ箱代わりにしてしまっている池にも非常に興味があります。伊藤氏。ファミリー層で楽しめる番組へのニーズは世界でも高く、世界の池の水が抜かれる日もそう遠くはなさそうだ。